では最初に段差の上り下りを始めてみましょう。先ほど教えたオーリーが必要になってきます。でポイントなのがスピードになります。あと目線ですね。でその対象となる段差をちゃんと見てスピードをつけて普通に下りをすれば上がれると思うので、で降りるときはノーズを軽く浮かしてテール側に重心を置いて着地を見ながら降りれば降りれると思います。